早く人間になりたい鳥人間のホウスケです。新生児になりましたね。皆様は誠におめでとうございます。まあ、これからのね人生の新たな門出をねお祝いしまして、まあこれからのますますのね、まあ、ご健勝の方をお祈りしております。はい。まあ世の中にはですね、婚姻屋のごとしなんて言葉がありまして、もう二十歳を過ぎたら一瞬だなんてね言われたりもするんですけどもね。はい。まあ、かくいう私もですね、この前本当に成人式をやったばっかりだった気がするんですが、まあ、ふとね瞬きをしてみたらもう23歳になってたというね。でももうそろそろ24歳になろうとしているっていう、いやー本当に怖いですね。僕もねそろそろちょっとどうにかしないといけないんですけどね、本当はちょっとどうにかしないといけないんですよ。まあね、そんなに面白いお話もできないんですけれども、まあ、そういう私はですね、まあ、20歳の頃はねもう今とはねちょっともう全然違くてですね、部屋の端っこの方でなんだかもう壁と一体化してるような子供だったんですね。まあ成人だから子供じゃないんですけど、なんで成人式の時はねもう昔の友達と顔を合わせるわけじゃないですか。なんでねわざわざこうねすごい地味な伊達眼鏡をかけて、まあ、なるべくねオーラを消していったっていうね、何をしてるんですかね。でこう市長だかなんだかのありがたいお言葉が終わったらもうそそくさと逃げるようにお家に帰ってくるというね、そんなに嫌なら行かなきゃいいんですけどね。まあ、なのでねあの成人式一番最初に帰ったの僕じゃないかとちょっと自負しておりますが、まあ、話は遡ること高校生の頃ですね。まあ、卒業式でこうみんなもう卒業式終わりにこうワイワイしてるわけなんですけれども、まあ、そんなみんなを横目に僕はね一番に学校出たと自負しております。まあ、おそらく僕が一番わからないですね、まあ、卒業生の中ではもう少なくとも僕が一番に出たと思ってるんですが、まあ、そそくさと学校出てもう一人でゲームセンターに行って家に帰ると、何をやってるんですかね。本当にね驚いちゃうようなお話なんですけれども、もう昔はそういう人でしたね。まあね今ではもう周りの人にも恵まれまして、また毎日楽しく過ごさせていただいておりますが、まあ、新成人の皆さんもね人生ってのは本当一度きりなのでもうね武力は残さずもう全力でぶちかまして生きていってほしいと思っております。それではもうすぐ24歳のおじさんからの新成人の皆様へのねエールでございました。エールだったかな、わかんないな、違うと思うな。まあね事故と病気にはくれぐれも気をつけてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。